ツァヒアギーン・エルベグドルジ、ツァヒアギーン・エルベグドルジ、ザキジーン・エルベグダーッチ、1963年3月30日隊は、モンゴルの政治家。第4代モンゴル国大統領、モンゴル人民革命党に所属した、経験のない人物としては諸他、首相を2度務めた。モンゴル民主化運動の指導者の一人。1963年3月30日、モンゴル北部土県の遊牧民の家庭に8人兄弟の末っ子として生まれる。北部土県で幼少期を過ごした後、16歳の時に家族と共にオルホン県エルデネトに移動し、1981年に同市の公立高校を卒業。エルデネト工業に工員として勤務する。1982年から1983年まで兵役に就く。その間、モンゴル人民軍の機関紙、赤い星日を投稿するが、これが軍の高官の目に留まったことで、人民軍内のモンゴル革命青年同盟員を率いることにな、さらにエルベグドルジは、奨学金を得て、ソ連のリボフ、現ウクライナのリビウ軍事政治大学に留学。1988年に、同大学のジャーナリズム専攻の学位を取得し、卒業した。モンゴルに帰国後、赤い星の記者として活動する一方で、ソ連留学時代に、ゴルバチョフの諸改革に触れていたことから民主化運動に身を投じるようになる。1989年12月10日、世界人権デーに、ウランバートルの青年文化会館前広場での集会にて、エルベグドルジは、反体制勢力、モンゴル民主同盟の結成を宣言する。そして、民主化運動の13人のうちの一人として、民主化運動を指導した。民主化運動の結果、1990年に、モンゴル人民革命党による一党独裁体制が崩壊。同年、エルベグドルジは人民大会議大議員に選出された。エルベグドルジは大議員として1992年に複数正当性を採用した新憲法の制定に関わった。1992年、第1期国民大会議議員に選出。4年後の1996年の第2期国民大会議選挙でも議員に選出されたが、この時は所属する民主連合、4党連合も勝利し、非人民革命党系政権が誕生。同年にエルベグドルジは国民大会議副議長に就任した。しかし民主連合による政権運営は急激な市場経済化政策の失敗と連合内の対立により混迷を極める。1998年に首相のメンダサイハン・エンフサイハンが辞任に追い込まれると、エルベグドルジは後継の首相に指名されるが、就任1年も経ないうちに金融政策の失敗の責任を取り辞任する。首相辞任後はアメリカに留学し、2002年にハーバード大学公共政策大学院、ケネディスクールを卒業。また、同年から翌2003年まで、国連ミレニアム開発目標の個別プロジェクトアドバイザーを務めた。2004年の第4期国民大会議選挙で人民革命党と祖国民主連合、非人民革命党系の連合が共に過半数に届かず、両党による大連立内閣が発足すると、エルベグドルジは再び首相に就任する。しかし連立を組む人民革命党との関係の悪化により、同党出身の閣僚10人による辞表の提出をきっかけにして同党からの倒閣運動が起こり、2006年1月に議会で更迭されてしまう。その後、2008年の第5期国民大会議選挙で議員に選出される。この選挙では、与党の人民革命党が勝利したという結果が、選挙管理委員会によって公表されたが、選挙に不正があったと考える。野党支持者によって抗議デモが発生すると、エルベグドルジは選挙の際に人民革命党による不正があったとして抗議し、票の再集計を選挙管理委員会に求めた。2009年5月24日実施の大統領選挙に民主党の推薦を受けて出馬した。得票率 51.24% を獲得し、現職で人民革命党推薦のナンバリン・エンフバヤルを破り大統領に当選した。同年6月18日、正式に大統領に就任した。就任演説では主に汚職の根絶を訴えた。2013年6月26日に行われたモンゴル大統領選挙にて得票率 50.23% を獲得して再選した。もともとは民主化運動家であったように熱心に自由民主主義と人権を支持する活動を行っており、2013年10月に北朝鮮を訪問した時も、金日成総合大学で、いかなる暴政も永遠には続かないとして、自由と人権の尊重を謳った講演を行った。一方で国境を接する中華人民共和国とロシアが主導する上海協力機構に準加盟し、草原の道構想を掲げて、ロ中毛三国サミットの定期開催を自ら提案。日米欧から懸念を招いたロシアのと中国の中国民抗日戦争、世界反ファシズム戦争勝利70周年記念式典に出席して、モンゴル軍を赤の広場と天安門広場の行進に参加させるなど、軍事的経済的関係が密接な近隣の中露を重視する前輪外交を行っている。また、積極的にモンゴル軍をイラクなどに海外派兵して国際貢献を行い、日本や米国のような西側諸国を第三の隣国としてバランスを重視する安全保障政策も進めているのも特徴として挙げられる。2015年9月、エルベグドルジはモンゴルを永世中立国にすると宣言、法整備を進め、国連決議で永世中立国として認めてもらう方針を示している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。